クリストファー・チェイス・クロフォードはアメリカの俳優。テレビドラマシリーズゴシップガールのネート・アーチボルド役で最も知られている。テキサス州ラボック出身。父親は皮膚科医で母親は教師。妹のキャンディス・クロフォードはミスコンのミス・ミズーリ・ USA の2008年度の優勝者である。高校時代にモデルの仕事をしていて最終学年の頃に 校内のベストドレッサー賞に選ばれたこともある。また当時はゴルフに興じていた。2003年の高校卒業後、カリフォルニア州マーリブに引っ越し、ペッパーダイン大学で学ぶ。大学では男子学生の友愛会であるフラタニティに所属していた。進路の方向性が定まらずにいた頃に、母親から演技を進められ役者の道を志す。2006年、テレビ映画。 ロングロストさんやホラー映画、レニー・ハーリン・コベナント魔界降臨・マカイ・コーリンに出演。翌2007年に7回のオーディションの後、ゴシップガールのメインキャストの一人であるネイト・アーチボルド役を獲得し、ティーン・チョイス・アワードの新人男優賞を受賞した。2008年は、クライム・アクション、ローデットやインディーズ映画、ザ・ホーンティング・オブ・モリー・ハートリーに出演、テレビのシットコムアニメ、 ファミリー外の数エピソードで声優を務め、2009年には、レオナルイスの、I Will Be E のミュージックビデオに姿を見せた。2009年7月の、ピープル誌では、最もホットな独身男性に選ばれている。2007年10月に、カントリー歌手のキャリー・アンダーウッドとの交際が、発覚するが、翌年3月頃に破局した。他には、女優のアシュリー・グリーンと交際をしていた。 2010年6月4日にテキサス州プラノのパブの駐車場にてマリファナ所持の現行犯で逮捕された。ありがとうございます。